喧嘩をするためにこの町に風林高校に来た。だがその学校は防風林という町を守る学校だった。これより先、人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者、何人も例外なく防風林が粛清する。か、少しは楽しめそうじゃねえか風林高校。